バカ殿たちの間合いは半径4メートルまででじゅる。いかにお前らが気配を断ち、音を消して近づこうともこの中に入り込めば、即座に動きを感知しきる。めめ村。はいはい、今回の動画は今年初めてのアモアスの動画だよ。なんか久しぶりな気がする。もへへへ、クトゥルフばっかりやってました。じゃあデックス順に今回のメンバーを紹介しましょうかな。デックス順。もへへ、それでは遊んでくれるのはこちらのメンバー。笑い方が気持ち悪いです。よろしく。そして役職はこちらです。ですです。何かしらみんな役職があるのか。闇鍋ってやつなのかしら。イビルゲッサーとナイスゲッサーもいる。ということは使用できないってことか。侍ってどんな役職なんだろう。侍は1試合に1回だけ必殺技を使うことができるよ。後半にで敵味方なく一気にキルできます。ほうほう。あと賢者は一定時間キルが防げるバリアで、その間にキルされたらカウンターでキルできるという役職です。へいへい、まあなんかよくわかんないけどやってみましょう。メメ村、アモンガース。ということで今回はインポスター、相方はみぞれさん、そして役職は侍。クルーを切り裂こう。必殺技があるインポスターね。待って、キルクールタイム50もあるの。さすがに必殺技はなかなか打てないってことか。1試合に1回しか打てないらしいので、ここぞという時に使いたいですね。ポテト。初手ボタン押されての2フェーズ目でございます。焚き火は木の篠のメシーナさんと一緒に湧きました。レイマリさんな。クトゥルフに引っ張られてる。ジャコさん次は何やりましょうか。あ、レイマリさん、そうですね。おすすめのシナリオあれば回ってみたいです。アモアスに集中しろ。メテオさんがボタンを押したみたいです。さすがにボタン早くない?早くない?全然構いませんが。構わないんだ。いいボタンだ。ウパパロン絶対今タスク終わってないだろ。いやいや、ちょっといいですか?ウパパロン釣りましょう。さようならウパパロン。いやいやいや、ちょっと皆さんいいですか?絶対終わってないのに行動してた。落ち着いてください。じゃあ使用するとゲッサーです。ゲッサー怖すぎる。いや嘘でしょこれ。鉱山のクリスタル磨くタスク1秒もかかってなかったぞ。ああ、このゲームタスクが早いだけで釣られるんですか?ふふふふふ。ウパパロンさんに人材容疑が。ウパさんゲッサーって使用してましたね。そうだね、でもみんな全く信用してなかったね。イビルゲッサーのみぞれさんも打たなかったみたい。本当なのか嘘なのかわかんないのよね。それは本当嘘。いやしかし本当にゲッサーだったら怖すぎる。対抗も出なかったし本当なのかな。さあさあ、サボも入りましたので浮いてるクルーはキルしていきましょう。確かひな兄さんがこっちに来てたような、来てないような。お、ここにいましたか。でもせっかくなので必殺技でキルしたいな。まだ残り30秒もありますよ。まだ我慢、我慢よね。グサオさんもサボ直しに来たみたい。ちょっとキルやめておこうかな。ここは積極的にサボ直して白アピールしておきましょう。ここで切ってもバレる予感しかしない。よしよし、じゃあ番号打ってサボ直しに行きましょう。走行してる間に必殺技があと16秒。まあまあチャンスはまだあるはず。というか誰か最初にキルしてほしい。直った。はい、直しました。ということでサボ直したアピールしていきましょう。チャコさん直した?直したよ、チャコが。メメさんがボタンを押した。ジャコさんが直してくれましたよ。ふふふふふ、メテオさんナイス。ありがとうございます。ふふふふ、かまわんよ。ジャコさんが普通に直してなかったね。ウパさん、ジャコさん直したよ。どうするこれ、ウパさん入れる?タスクの話は確かに怪しかったですけど、でも鉱山の磨くタスクよ。あれ早く終わるとかじゃないでしょ。いや早いから早く終わるんだよ。やってないっていう主張じゃなくて、やって早く終わったっていう感じなんですね。なんなら終わって扉のとこまで行ってるから。というかタスク早いと釣られるんですか?もう釣られるならゲッサーで適当に撃つよ。仏法もろ仏法。タスクが早かっただけですよ。いやいやいや、それにしてもよ。果たしてウパさんは人外なんだろうか。ゲッサーって言ってたからゲッサーじゃないのかな。こればかりはわっけわかめラーメン。おキルクール稼ぎに絶好のタスク釣りの振りきましたね。ふふふ、必殺技たまるまでここで時間つぶしてましょ。ジャコさんマットですマットです。了解です了解です。メメさんマットは果たして本当なのか。油断は禁物よね。おお、弁当、これは本当にメメさんマットっぽい。ここで繋がれたのは嬉しいわ。え、待って、レイマリさんの死体がありますよ。ああ、レイマリさん死んでる。発見したのがスプラッシュゾーンの右上らへんです。左側にいたのはわかります。チャコさんと私がキッチンの桟橋のところにいて、リアサボ入ったんですが、チャコさん待って出て発見です。合ってます。私からチャコさんには白出せます。レイマリさんキッチンにいましたよね。そうですね、キッチンにめちゃめちゃ人いました。そうそう、それで自分は置いて出て行ってリアクターまで行ってる。出た後にみぞれさんに会ってるよ。ほう、これはみぞれさん動きましたな。じゃあ容疑者1みぞれ8万グーラテとかかな、私視点。他はリアクターってたよ。自分はキッチンジャングル温室って感じかな。私はキッチン脇でその後研究室行ってる。弁当は可能だけどそこにいる。じゃあ出てないのは8万さん。通信保管コミーティング以上です。やれそうだ。ということで今回の会議では容疑者新手8万みぞれということに。八幡さん怪しい。みぞれさんが動いてきましたので私もそろそろキルしていきたいところ。でもせっかくなら必殺技使いたい。ズバッといきたいのよね。残り40秒か。はよたまらないかな。これ必殺技とは別に通常キルできるのよね。なるへそ、通常のキルいっときますか。よーしよし、あと8秒で普通キルがたまりますぞ。あ、ウパパロンさん。これはウパさんキルチャンスなのでは。通常キルまであと3秒。メメさんもいるし、なんかうまいことやってくれるでしょう。
よーし、このキルは通った気がするぞ。必殺技もあと15秒。このサボなかなか治らないし、みんなさすがに右に集まってるんじゃない。ついに刀を抜く時が来たようね。あ、メメさん、メメさん、キルしちゃったらダメよね。注意して使わないと。オフィシャルストリート、必殺技どれくらいの範囲なんだろ。これ誰も直す気がないだろ。イライラするぜ。あ、私下直してきますね。みぞれさんもいますね。もう必殺技打てるのにな。下にみんないるのか。急に集まってきた。武士道とは死ぬことと見つけたり、修羅道とは倒すことと見つけたり、我パッキラ説となりて目の前の敵すべてを切る。あれ、みぞれさん近くいる。ああ、あれ、みぞれさん近くいる。ああ、ちゃ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 、チャコだ。違います、メテオさんです。チャコさんが切ってました。チャコや、これはチャコや。ああ、メテオさんです。私の目の前でメテオさんが、私の目の前でラテさんが吹き飛びました。いや、メテオさんです。チャコさんが侍です。どう見ても侍。チャコさんに入れます。私はメテオさんに入れます。メテオさんが切ってました。メテオさんのセリフだ。チャコさんに入れた差はある。これゲッサーがいる限り PP にはならないのよね。ウカさん、ゲッサーじゃない可能性あるのか。でもでも今回はこの時点でかなり勝ちよね。インポスター陣営3人いますからね。完全にチャコだ。もう少し話してもいいんだけど。いやいや、みぞれさん、チャコさんだよね。一緒にいたもんね。いや、ちょっと画面開いてて見てないですね。みぞれさん、ふふふ、サボ直しててなかなか治らなかったから、みぞれさん残して下に行こうと思ったら、目の前で後ろのラテさんが吹き飛んだ。これ一気に消し飛んだってことですか。みんな、これチャコ侍だからね。おーおい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 、これやばいって、マジやばいって、ふふふ、クルーからしたら絶望の盤面よね。もほほほほ、これゲッサーで抜かれなかったってことは勝ちよね。あとは賢者のカウンターでやられる可能性もあります。まあまあ、ここまで来たら出会った瞬間キル入れていきましょう。鬼ごっこ始まった。はいー、やったー。ということで今回はインポスターで勝てました。最後はみぞれさんがキル入れてくれたのかな。今回のみんなの役職はこんな感じでした。ウパパロンさん、本当にゲッサーだった。本当にゲッサーだったのか。本当にタスクが単純に早かった。確かにウパさん、エアシップの金庫タスク秒で終わらせてましたから、めちゃめちゃタスク早いんか。全然信じてくれなかったわ。ふふふふふ、あそこで釣れなかったからマットいるだろうと思ったけど、きつかったな。侍かなり強強な役職でした。メメ村、アモンガース。いやっぽい。ちょっと動画のお時間まだありますので別の試合です。こちらも闇鍋村となっていまして、今回の役職はこんな感じ。そう、つまり誰が何の役職かは全くわかりません。そして今回の私の役職は忘却者。忘却者は死体をレポートしたら、そのレポート相手の役職に変化するぜ。つまり私は今は何者でもない。レポートするか誰かからサイドキックされるかしないと勝てないってことか。そういうことよね。私パン屋です。2回連続のイビルゲッサーはないと踏んで使用します。私ドクター、ドクターです。確かにパン屋はいるかいないかわかるもんね。なるほどね。ラテさんパン屋さんようです。だから私だけで解きますね。私は出なくてよかったんじゃないかとも思いますが、いや、大事な盤面で証明できないと困るから、ウパさん、オケーザーラテさんの進行には絶対で行きましょう。把握です。というか、さっきからウパさんのドクター使用誰も触れてないんだけど、もはや本当なのか嘘なのかわからなくて誰も触れてない。ちなみにドクターはいつでもバイタルが見られるクルー役職だぜ。目の前で堂々と八幡さんがキノコ踏み抜いてる。完全に人材の動き。私はレポートしなきゃだから、とりあえず今はキルが起きるのを待つしかないのね。ナイスボタン、いいボタンだ。すまんな、ラテさんドクターで。ちょっとさらに使用するわ。私がサイドキックされたらパンが焼けないから、その場合主人は暴露します。わはははは、ラテチャンネル負けました。もうラテさんの勝ちです。私を染めるな。かっけえ。私を染めるな、ふふふふ。惚れました。あ、チャコさん、ついてきたらやりますよ。めちゃめちゃ怖いこと言ってるよ。ここかなり人いますね。なかなかキル起きないね。忘却者はキル起きたら死体の位置がわかります。誰かサイドキックを恵んでください。誰か番号入れてくれ。あれ、入れたけど治んないね。じゃあ上か。じゃあ上行って直してくるか。もうチャーク左下でキルが起きたみたいです。ほんとだ。いや、でもここで死体行ったら怪しすぎない。パン屋のラテさんも来てますからね。ここは素直に直しに行くしかないか。サイドキック、シャーコ、ありがとう、明けおめメテオさん。ようやく私の役職思い出しました。ジャッカルでした。これでようやく勝利が見えてきたということか。そういうことよね。ジャッカルって闇鍋村だとすごい強いのよね。いつの間にか周りがジャッカル陣営になっていたということがよくある。これは私は頑張らないと。なおか。チャコさんボタンだ。わかりました、パン屋様。みぞれさんが死んでる。ウサオヒナニーは完全にこのターンは白い。そうだね、望遠鏡で見てた。よしよし、パン屋からいいですか。メテオさんを釣ります。え、自分なの。メテオさん、上の通信直さずに下に来てて、扉も閉まってました。いや、中にメメさんの声聞こえたから。メメさんの霊媒師からのお知らせですが、みぞれさん、キューピッド、ウパさん、本当にドクターでした。え、ウパさん、ウパさんも死んでる。ウパさん、下の通信いたでしょ。あれ、ウパパロン途中でいなくなったよ。どっちにいなくなったんですか。わかんない。
望遠鏡見てた。ミーティングの下の方でひな兄さんとブサオさんがうろうろしてるの見てました。その間にウパさんはいつの間にかいなかった。上にも来てなかったし下の方に行ったのか。待ってこれ誰かがキルして食べてる。正直私もそう思ってますが、そうなるとそこの通信いた人が怪しい。それはごもっとも。メテオレイマリ8万ウパパロンメメントモリの合計5人いて、メメントモリレイマリで望遠鏡見てるから、そうなると8万グーが切ってると思う。いやいや自分じゃないよ、サボ直してただけ。これ8万さんが切ってメテオさんが食べてるのかな。私もそう思います。なるほど、じゃあそこまで情報出せるんだったら8万さん釣ります。おーということは8万さん、メメさん、レイマリさんの真横でキル入れてるのか。なんてふてぶてしい。そしてすぐボタンが押されますが、キナにイグサオのラインもあるとのことでもう一度話し合うことに。これ私みんな人外に見えてきました。こういう時白浮きされてる人って大変よね。なかなか釣りきれない。おーここでリアクターサボが。これはインポスターのキルの波動を感じます。果たしてパン屋のラテさんはどうするのか。ここここれだから隠しろって嫌なのよね。責任を負いたくないわ。闇鍋だからどんな役職かもみんなわからないからな。謎にウパさんが消えてしまった。アメメさんも直しに来ます。はぁ、メメさんが死んだんですけど。え、なんでいきなり死んだんだ。誰かいたのか。緊急事態です。ああ、メメさんが死んでる。これはひなにぃ、ひなにぃ、ひなにぃ。おーい、めちゃめちゃ死んでる。これはひなにぃさん。これひなにぃさんがロケットで飛ばしてた。違うよ。明らかにラテさんが吸い込まれてました。あのメメさんがいきなり私の目の前で死んじゃったんですけど。それ多分ラバーズじゃないかな。ラバーズ？ラバーズはペアになった人が殺されてしまうと自分も死んじゃう役職だぜ。なるほど、理解しました。じゃあ今回キルされた3人の中にペアになった役職があるってことか。ひなにぃさんはロケット確定です。やってしまいましたね、ひなにぃさん。いやあれじゃない。メメさんお茶子さんがキルしてラテさんが死んだんじゃないかな。ふふふ、ちょっと厳しい。これはもう無理です、ひな兄さんに入れます。ということでひな兄さんが追放になって、ジャッカル陣営の勝利だ。何もしなくても勝てました。ありがとう、たこ焼きの明けおめメテオさん。今回の役職はこんな感じでございました。八万さんクリーナーだって。クリーナーはキルして死体を消すことができるインポスターだぜ。そうなんだ。ってことはやっぱりメメさんラテさんの横でキルしてたのね。ひな兄さんロケットじゃなくてペンギンか。ふふふふ、メテオさんサイドキックくれてありがとう。ということで今回の動画はここまで。チャンネル登録と高評価、X のフォローもお忘れなく。次回もチャーコの爆笑チャンネルは、メメムラデイトの末期。ではでは皆様。